DJ しののめの Daybreak Radio。 はい、どうもしののめです。第3回やっていきますけれども、まあ、そろそろですね、私の声がおかしいことになってきたのではないでしょうか。まあ、再三申し上げております通り、私花粉症でして、まあ、目と鼻両方やられるたちなんですけども、その鼻水がね、出るんじゃなくてね、詰まるタイプなんですね。なのでね、まあ、声変わりを、行ってしまうわけです、毎年。で、今年の声変わりがね、そろそろ始まってきた気がしますね。なんか、鼻声っつうんですか、なんか、詰まった声みたいなね、凝った感じのね、になってきた気がするんですけど、お聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、申し訳ありません。春が終わるのを、お待ちくださいと、いう他ありません。まあきっとね、皆さんね、もしかしたらね、キーボードを怒りながら叩きまして、お前の声鼻声で聞きにくいんだよ、バンバンエンターみたいなね、コメントをしたいかもしれませんけども、まあ、これはですね、私にではなくてですね、そこら辺に突っ立っている杉の木さんに向かって言っていただきたいと思います。私はですね、被害者ですんで、花粉の被害者ですのでね、お前の声が聞きにくいということは、私のコメント欄に言われてもですね、どうしようもない。直せるなら直したいですよ。もういくら積んでもいいんでね、直したいですけども、どうしようもないという状況なんでね、真の戦犯、本当の加害者、杉花粉に向かって皆さん叫んでいただきたいと、思います。まあ、その点についてご了承いただきたいと思います。はい、まあ毎回恒例の冒頭のしょうもない挨拶は、まあ、これくらいにしておきまして、第3回やっていきますけれども、まあ、今回は何をするかと言いますと、まあ、前回第2回の続きですね。ですので第2回をご覧になっていない方はですね、まずそちらを先にご覧いただきまして、そうしますと今回のお話よりわかるのではないか、と思いますので、まずは前回第2回を、まだご存じない方は見ていただきたいと思います。はい、で今回は、続きで、ツイッターに来た質問のお返事をしていきたいと思います。今回の、内容はですね、ハイジマライナー投入に関して、西武新宿あるいは新宿からハイジマ間の、西武対 JR の勝敗予想をお願いしますと、そういうの質問のお返事をするということでしたね。はい、で、まあ、前回の慶応東大の時と同じなんですけれども、まあ、勝敗は特に、つけないようにしたいと思います。まあ、理由も同じで、今回ハイジマライナーを投入した西武が、まあ、特に JR と戦う意思がないと思われますので、まあ、外野の一鉄道オタクの私がですね、勝ち負け、どっちが勝ち、どっちが負け、わーわーと騒いでも、まあ、仕方がないと、いうことで、まあ、今回勝敗はつけませんけれども、まあ、ハイジマライナーとは何なのかとかね、導入の経緯とかね、そういうのは見てみたいと思いますので、まあ、それについてちょっとお話し、したいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。今回もですね、平日の通勤通学時間帯で比較を行ってみたいと思います。まず、ハイジマライナーとは何ぞやということですけども、こちらは2018年の3月10日に運行開始予定の西武の座席指定列車ですね。で、帰りの時間帯に設定される予定です。はい、じゃあ停車駅を見てみましょう。西武新宿を出発した後は、高田馬場、小平、そして小平から拝島までの各駅に停車してまいります。で、高田馬場はですね、まあ、停車するはするんですけども、まあ、乗車専用でして、まあ、降車することは、できないわけですね。まあ、西武新宿から拝島ライナー乗って高田馬場で降りたい人なんていんのかっていう感じは、まあ、しますけれども、まあ、高田馬場は、乗車専用となっております。はい、で料金は1席300円となっております。で指定席券を購入せずに乗りますとプラス200円請求されるということになっています。なんですけども、小平以降から乗車する場合は特に、指定席券は必要ないということになっています。はい、じゃあ続きまして、時刻表を見ていきましょう。平日の、時刻表です。1本目が18時15分に西武新宿を出発します。でそれからは、1時間おきに出ていますね。で、22時15分まで、出ることになっています。
で、拝島まではだいたいどれも45分ぐらいの所要時間、となっています。はい、これが拝島ライナーですね。大丈夫でしょうか、いいでしょうかね、これで。はい、なんかバイクの外のバイクの音が、入っているような気がしますが、まあ気にせず行きましょう。まあ言及した時点で思いっきり気にしてるんですけどね。はい、じゃあ拝島ライナー導入の経緯についてちょっと見てみたいかな、見てみたいと思います。かつてですね、拝島快速というものが、存在しておりまして、これは2008年の6月に登場して2012年の6月まであったんですけども、まあ、これはですね、急行よりも上位の種別だったんですね。いやだから急行よりも駅飛ばしてたんですね。で、この拝島快速を通した直後にですね、各駅停車を走らせまして、拝島快速の通過駅をカバーするということをやってたんですね。ですので、まあ、この頃はね、かなり JR とまあ戦う気満々だったようですね。もう青梅線と、もうライバル意識バチバチみたいな感じだったみたいです。なんですが、まあ、あんまり効果、なかったと。あの萩山、小川、東大和市を通過しておりまして、まあ、むしろ不便になってしまったのが、まあ、原因だった、ようですね。で、結局まあ JR にまあ勝てませんで、廃止する。ということになったのではないかというふうに言われてますね。まあ、それが理由なんじゃないかというふうに見られているようです。まあ、その点ですね、今回の拝島ライナーは、拝島線内で見ますと、小平拝島間は各駅停車ですから、拝島快速よりも、まあ、遅いわけですね、要は。まあ、ここからですね、西武は今回、拝島ライナーを投入することによって JR と戦う意思はないと、見るのが妥当である、と判断できるわけですね。まあ、その拝島快速、バトル気満々の拝島快速よりも、まあ、遅いわけですから、まあ、バトル、ね、気があるわけがないという感じです。まあ、むしろですね、その拝島線内の着席ニーズを満たす目的で投入されたと見る方がよろしいのではないかということですね。まあ、あの西武にはレッドアローという、まあ、特急がありまして、西武新宿から本川越に行くものと、池袋から、西武秩父方面に行くものがありますけども、まあ、だから拝島線内はないわけですね、定期あの列車が、その着席できる、その定期列車がね、着席できるっていうのはちょっと語弊がありますけども、まあ、有料着席列車か、有料着席列車の定期運行はなかったわけですね、拝島線というのは。で、その拝島線内に、その今回、定期運行の有料着席列車を走らせることによって、まあ、その着席ニーズを満たそうではないかと、いうふうな目的でやっているんじゃないかということですね。まあ、あの以前からこの拝島線内にはちょいちょい臨時特急がまあ走らされておりまして、まあ、かなり長いことこの拝島線内での有料着席列車というのはまあ検討されていったのではないかと、見ることができるようですね。まあ、こういう感じで出てきた拝島ライナーですんで、まあ、再三言っております通り、特に JR と戦うために、ぶち込まれたものではないと、見るのが良いのではないかということですね。はい、なんですけども、まあ、一応ね、その JR の似た、列車と比較をやってみたいと思います。まあ、拝島ライナーと似た JR の列車といえば、まあ、やはり青梅ライナーではないでしょうか。まあ、東京出まして、まあ、新宿、立川を経由しまして、まあ、青梅まで行く、まあ、全車指定のライナーですけども、まあ、拝島も停車しますんで、まあ、似ている、ということができると思います。で、まず時刻の比較からやってみましょうか。ちょうどですね、西武新宿を出る拝島ライナー、新宿を出る青梅ライナーで発車時刻が全く同じものが、まあ、ありますんで、まあ、比較しやすくなっております。まず拝島ライナーですけども、西武新宿を20時15分に出るもので考えます。そうしますと、拝島着が21時2分となっています。で、青梅ライナー、新宿を20時15分に出るものがありますけども、こちらは拝島到着が20時53分と、なっております。まあ、ですので速達性の観点で見ますと JR の方がまあ勝っていると、まあ、言えそうですね。はい、続きまして料金を見てみますけども、拝島ライナーは1席300円、
ですが、一方青梅ライナーは510円となっておりまして、まあ、料金で見ますと拝島ライナーの方が勝っていると言えるのではないでしょうか。はい、続きまして本数を見ますと、拝島ライナーは18時15分から1時間おきに、まあ、22時15分まで出ておりますけども、まあ、青梅ライナーはですね、18時15分と20時15分と21時45分の、まあ、3本しか、まあ、現在ありませんので、まあ、本数の観点で見ますと拝島ライナーの方が、まあ、便利と言えそうですね。はい、まあ、このように拝島ライナーと青梅ライナー、まあ、比較してみましたけども、まあね、じゃあどっちが勝ちなのとかね、言うかというと、まあそれは、まあ、あの何度も言っております通り、言いません。まあその拝島ライナーがね、別にそのなんか打倒青梅ライナーとか打倒 JR みたいな目的で投入されてるわけではありませんので、まあ本人たちかすれば別にによくどうでもいいんじゃないみたいな、まあ感じだと思いますので、まああの今回特にまあこう比較しただけで、放置したいと思います。まあ強いて言えばまあその青梅ライナーのお客さんがちょっと拝島ライナーにね流れてくれば、まあ良かったのかなっていう感じにはなりますけども、まあ本当に強いて言った結果なんで、まああの別に本当にそうならなくてもどうでもいいと思いますね、多分本人たちは。はい、という感じです。どうでしょうか、こんな感じでいいのかな、返事になっているでしょうか。もし、質問者の方見て、まあ、質問者の方がもしこの前回と今回の動画見てなかったらあんまり意味がないんですけども、質問してくださった方、大丈夫でしょうかという、私から一方的な、話しかけを行いたいと思います。大丈夫でしょうか。はい、じゃあこんな感じで、まあ、前回から2回にわたりやってき、ましたけども、小田急と京王、それから西武と JR のお話、やってみました。まあね、ツイッターではね、その質問箱をやっているわけですけども、まあもしかしたらね、また今回みたいに、動画のネタとして取り上げる可能性もまあありますんで、まああの、もしね、まだ、ツイッターをフォローしてなくて、で、なおかつ質問したいことがあるという方はですね、ぜひフォローしていただきまして、質問箱にこう、質問をバンぶち込んでいただくと。そうすると、まあ基本的にはそのツイッター上で、まあ、返事をする形になるんですが、もしその、まあ、なんかネタになりそうだなというのがありましたらですね、このように動画にするかもしれませんので、まあ、ぜひ質問していただきたいと思います。で、第1回の足柄駅乗り換えの収録裏話をしたときに、まあ、ラジオっていう形だったんで、なんかお便り募集してほしいですみたいな、意見が相次いだんですけども、これ結構昔から決めてたんですけども、そのお便り募集とか、その質問募集、その動画における、だからこの YouTube における、質問募集というのは、チャンネル登録者数5000人を超えたらやりたいなっていうのは、まあ結構昔から漠然と決めてました、基準をね。まあなので、登録者数が5000人を超えたら、そのラジオで質問募集とかお便り募集とか、まあやりたいと思いますんで、まあ何が言いたいかっていうと、皆さん、宣伝していただきたい。私の登録者数が5000人以上になるように、バンバンこう、宣伝をしていただきたい、ということです。まあ、別にその強制はしませんからね。本当にね、宣伝したい。面白いから、ぜひですね、みんなに知ってもらいたいんだという意思がある方にですね、その、自由参加の形で、よろしいですので、ぜひね、宣伝、よろしければ宣伝していただきたいという感じです。まあ、時々ね、こういう真面目な鉄道ネタ喋るんだけど、まあ、基本的にはね、こう、体の、なんか体力に物言わせた、〇〇駅乗り換えとかいうね、もう、偏差値1ぐらいの頭の悪い企画をやってるね、バカがいるんだよ、みたいな。そういう感じの宣伝の仕方で全く構いませんのでね。もうね、鉄道系とか自分で言ってるけどね、鉄道要素あんまりないっていうね、もう頭のおかしい、イカれた YouTube チャンネルがあるんだぜ、みたいな。そういうね、もうネガキャンみたいな。半ばネガキャンみたいな宣伝文句で全く構いませんので、ぜひね、協力していただける方は、宣伝をしていただけますと、私はね、泣いて喜びます。はい。ので、よろしくお願いします。まあ、5000人を超えたら、YouTube で、
質問募集などしたいと思います。まあ、それまで待てねえぜバカ野郎という方はですね、Twitter をフォローしていただきまして、まあ、質問箱に、質問していただきたいと思います。はい、じゃあ、第2回、第3回と、質問のお返事してまいりました。今回の動画、これで以上にしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。あー、つらい。